はい、皆さんこんにちは、パンフルート奏者の大塚進です。いつもですねコンサートのお知らせをさせてもらったり、それから例のねいつも空のことで、キャムトレのことについてですね皆さんにお話ししてるんですけども、今日ちょっとね全く別のことね、で今ちょっと楽器の制作を今進めてる最中なんですけど、ちょっとだけ直接は関係ないことなんですけどね、皆さんに興味のある方もいらっしゃると思ってね、お話ししようと思って今ちょっと時間を取って、録画してるんですけどね。ちょっとその前に今日の空はね、寒いですね。寒くてまた昨日一昨日かな、雪がちょっと降ったんですけども、今日もね、ひょっとしたらこれから少し降るんじゃないかなっていう感じで、ちょっとこのところね、雪空ですね。でよく見るとですね、よく見るといつもの通りラインがいっぱい見えてますからね、ケムトレールによる操作が行われてるわけなんですけどね。で、今ちょっとこれからね少しお話ししたいことは全く直接関係ないことだと思うんですけどね、コンピューターのね OS のことについてねちょっと思うことがあったんでね、興味のある方もひょっとしたらいるかなと思ってお話しようと思うんですけど、一般的にそのパソコンとかね、スマホとか使われる、皆さん現在使ってることなんわけですけども、スマホだけでね、もうパソコンは全然使わないって方も結構最近多いのでね、そのパソコン、コンピューターの方はね、全員皆さんが使ってるわけじゃないと思うんですけども、でもそれでもね、結構ね、今でもこれからもね、使われてると思うんですけどね、一般論として、普通大多数の人はね、Windows ですね、Windows、もうずっと、バージョンアップしてね、バージョンアップというか、もうちょくちょくちょく変わって、今 Windows 10ですよね。それはそれでね。であとは、ちょっとその、個性のある人はね、Mac を使ってる人も多いと思うんですよね。Mac を使うか、Windows 使うかっていうところだと思うんですよ。で、私もね、私最初 Mac 使ってたんですよ、最初。で、もう随分前ですけどね。何年頃だろう、ずいぶん昔からね、Mac 使ってたんですけど、どちらかというと、その経済的な問題もあるし、ソフトがいっぱいいろいろと、Windows は多種多様にソフトがあるってことがあってね、あんまり、嬉しくはなかったんだけどね、もうずっと Windows をメイン使っていたんですけどね。正直言ってですね、Windows の方は、あまり本当は、好きではないんですよね。もちろんいろいろお世話になってるからね、何をするにもお世話になってるから、そんなこと言っちゃいけないかもしれませんけども、最近はですね、最近とかしばらく前からですね、Linux というのをね、使ってます。Linux というのはですね、ご存知の方も多いと思うんですけども、オープンソースなんですよ。だから最初ね、その Linux さんじゃなくて、そのフィンランドの人かな、始めたと思うんですけども、オープンソースでですね、自由にですね、自由にそのコードをね、改変したり自由にコードを作ったりとかですね、でオープンにですね、皆さんで全世界中の人がですね、それぞれ工夫してですね、それぞれのその、OS をね、作り出しましてね、それを皆さんがね、世界中の人がね、感謝しながらありがたくね、使ってるという、そういったものなんですよ。で、実はMacOS もですね、今現在の MacOS も、その今現在は Linux を使っていると思うんですけどね。で、Windows はもちろん一番そのメジャーですから、いろんなソフトもありますしね、その専門的なソフトもありますから、Windows のこのソフトを使わなければいけないってこともあると思うんでね、そう簡単には、足は洗えないと思うんですけども、いろいろとね、ありました。例えばね、一つ思うのはね、直接的なこととしましてはですね、もうやっと新しいのになれたかなと思うとですね、しばらくするとすぐその、バージョン変わってしまいましてね、もう98から始まって2000とか、その ME とかね、XP は良かったんですよね。XP は結構私も随分使ってましたね。だから Vista も、しょうがなく Vista に変わりましてね、Vista も結構慣れて使ったんですけどね、Vista はもうサポート終わりましてね。で、Windows 7ももうすぐ終わるんでしょうかね。で、今、10に行ってると思うんですけども、そうやってね、ユーザーの都合ではなくてね、その会社の方のね、会社の方の都合で、ちょこちょこちょこと、すぐバージョンアップしましてですね、でその度にその、
覚えなきゃ、新しく覚えなきゃいけないし、から費用もかかるわけでね、もちろんそれはこれはビジネスですからね、しょうがないと思うんですけども、ちょっと釈然としないことがずっと感じていたわけですよ。でそれからね、そもそもマイクロソフトという会社で、ビル・ゲイツという人が今どうしてるかちょっと私分かりませんけどね、生きてるのかどうなのかちょっと私分かりませんけどもね、ビル・ゲイツという人が、マイクロソフトを作ったわけですよね。ただね、そのビル・ゲイツという人がどういう考えを持ってるかというとね、結局今我々がね、直面してるというかね、戦ってるというかですね、いわゆるその人口削減の問題がありましてですね、でビル・ゲイツなんかという人はですね、もう典型、自分で言ってますけど典型的なね、優生学者ですよね。だから選ばれた人だけが残ってですね、そうじゃない人は、退場してくれという、そういったような考えを持っているわけですね。でいろんなそのワクチンをね、ワクチンというその表向きはその人々の幸せのためという表向きの理由ですけども、でも実際にはそのワクチンを打つことによってね、不妊になったり子供産めなかったり病気になったりエイズになったりということが実際に起きているわけですけどもね、でそういうことを進めている人なんで、できればそういうビル・ゲイツとは私はお仲間ではいたくないと思ってるし、そういった人が作ったね、巨大な会社のものをね、あまり使いたくないっていう気持ちは正直あるわけですね。それからね、これももっとその陰謀論的になってしまうかもしれませんけども、Windows98 がね、出る前ですね、本当はね、日本の技術者たちが作ったですね、別の OS があったんですよ。ご存知の人も多いと思いますけど、トロンというのかな。で、トロンというのは非常に優れた OS でですね、そのままいくとですね、世界中 の, あの世界標準の、ね、OS になる可能性があったらしいですよ。でところがその日本 の,、ね、その優秀な技術者たちがですね、その例の日航ジャンボ123便に全員15人かな、乗ったわけ で、それで落ちちゃったわけですよ。でそれによってその 最先端の、ね、優秀な技術者たちが、亡くなってしまいましてね。でその後その Windows がですね、乗してきて世界標準に、なったというようなことも、言われているんでね、本当かどうかね、落ちたのは事実ですけどね。で技術者たちがそこで亡くなったのも事実なんですけど、その裏でね、そういうことがあったかどうかってことはいろいろささやかれているんですけども、そういったことも含めてですね、できれば脱 Windows をしたいということはね、なんとなく考えていたんですけどね。しばらくね、そこまでの前半ね。しばらく前からですね、Linux というものを少しやってみたんですよね。でやった結果としてはね、すごくいいです。いいというのはね、いろんな種類があってね、その Linux というのはその世界中の人が皆さんの好意でですね、皆さんの創意でですね、自由意志でいろんな OS を作ってみ、それをオープンで発表してる、で皆さんに使ってもらうというものなんですけどね。だからいろんな種類のね、いろんな種類のものがありましてね、一番メジャーなのはね、名前ですけど、Ubuntu っていうのかな、Ubuntu というものとかね、それから Mint というやつとかね、Linux Mint、Linux Ubuntu、だからその派生するものがね、いろんなものがあるんですけども、いくつかね、使ってみたんですけどもね、とてもいいですよ。いくつかいいことがありますね。で一つはね、まず一つ直接的にいいことはですね、軽いんですよ。軽いからね、サクサク動くんですよ。だから昔のね、もう古くなっちゃって、もう Windows も使えない、動かないなっていうような古いパソコンでもですね、Vista や XP 時代のパソコンでもですね、Linux 入れるとね、ちゃんと普通にね、すごく動くんですよ。便利なんで、やっぱりサクサクね、持ったりじゃなくて、早く動いてくれるっていうのは非常にありがたいことがあってね、それはすごくいいことなんでね。でそれでおすすめですよね。Linux はおすすめです。いろんな種類がありますからね。でまず一つはそのサクサク動くんでね、古いパソコンでもね、ちゃんと再生できるし使えるしね、じゃあ Windows の今までの重たいのは何だったんだろうかなってことがね、なんかやってるね、なんだろう、いつも聞かない音です。すいませんね、変な音が入っちゃってる。話を進めます。話を進められるかな。はい、ちょっと中断しちゃったのでね、続きをちょっと話しますけども、先ほどね、その Linux というのがですね、非常に軽く動くね、すごくサクサク動くっていうことが、一般的にあるってことは、それ一つすごく大事なことでね、いいことだってことを申し上げましたけども、他にいくつかね、とてもいいことがいっぱいあるんですよ。で本質的にすごくいいこともあるんですけどね。
まずね、一つその前にすごくいいことはですね、基本的にね、どの基本的にどの OS もですね、Linux はですね、使う人はね、無料なんですよ。無料であってですね、そのもちろんバージョンアップはしますけれども、それはその必然的な進化であってですね、なんつうかな、その会社の企業の方の都合でですね、都合でそのどんどんその変えられるというそういうことではなくてですね、本当にその基本的に無料なんですね。で、希望する方はね、もちろん希望する方はその寄付するわけですよ。ドネートするわけですね。だから寄付によって成り立っているというねことなんですよ。だからその点でも実際問題ありがたいですよね。確かにその実際をね、 OS を使うときにですね、コンピューターを使うときにその出費があるわけですけどもね、それがその基本的になくてもね、あとはもしその気あれば寄付すればいいんですけども、無料で使えるってのはね、大変ありがたいことです。でね、なんで無料なんですかっていうところで、ここはね、ちょっと今日伝えたかった一番の本質的なところなんですけど、なぜその Windows とかね、Mac はその OS を使うためにね、そのソフトを使うためにね、費用がかかるんだけど、なぜその Linux の場合は費用がかからなくてもね、ただで使わせてもらえるのかなって、そこなんです。そこをポイントね、今日お話したかったんですけど、まあいろいろあるんですけどね、まずね、ちょっと頭を変えなきゃいけないのはね、そもそもなぜWindows を使ったり Mac を使ったりするときにね、なぜそもそもね、その費用がかからざるを得ないのかって、そこから考えたんですよね。で、結局ね、我々はね、今経済的なね、その世界の中でですね、何をするにもですね、基本的にその費用がかかる、何事をするにもね、費用がかかるのが当たり前だって、ね、その電気を使うにも当たり前だ、そのガスを使うでも費用がかかるのが当たり前だ、まあ今のところ空気は大丈夫なのかな、もうこれから先どうなのかわかんないけどね、まあ水は今お金かかってますよね、でこれからもっとお金かかるんですね。でつまりね、我々はね、洗脳させられてるんですよ。何事もね、何かをやろうと思ったらね、お金がかかる、そのお金を払わなければ何もできないというね、そういった世界に今我々はいるわけですよね。でそれが当たり前だと思ってるんだけど、だけどね、本当そうなのかな、これから将来のね、良い世界もし来るんであれば、それ本当にそうなんだろうかってことはね、時々思うんですよ。で、Linux の場合どうしてそれが成り立つかというとですね、その別の世界ですね、 Windows とかね、そういったその大企業の論理とはね、別の世界の存在なんですよ。だから私は好きなんですよ。おすすめするんです。どういうことかというとね、基本的にね、その善意に基づいてるわけですね。基本的にそのなんか皆さんのために役に立とうとかね、なんかそのいいものを作り上げようとかね、そういった基本的なそういうね、その非常にそのクリエイティブなですね、善意に基づいた発想からですね、それぞれその Linux を開発する人はね、始めるわけですよ。でそれをどんどんその作ったものをですね、ありがたくね、そのユーザーがですね、使うわけですね。そうするとそれは使った人はね、ただで使えるんだけども、やっぱりいいものを作ってくれてありがたいなっていう気持ちがあるからですね、お礼をするわけですね。気持ちというか、その実際にドナイトしたりね、寄付したりしてお礼をするわけですよ。でその寄付によって、またそのさらに次の開発を進めることができるというね、そういったね、システムなんですね。そういった形なんですね。でその形というのはね、我々が今どっぷり使ってるね、その世界とはね、ちょっと次元の違う世界だと思うんです。でこれから先の、ね、世の中っていうのはね、もしいい世界が来るんだればね、そういった方向に移行してほしいし、自分もそういった世界で行きたいなと思うんですよね。で自分のことを例えば今当てはめてみるとね、じゃあ実際じゃあ演奏活動でね、コンサートやりましょう。でコンサートやって生活してたためにはね、実際問題そのお金が必要なわけですよ。収入も必要なわけなんでね、まあやむを得ずですね、やむを得ず、まあ、ちゃんとしたコンサートの場合ね、チケットをじゃあ何千円とか2000円とかね、3000円とかね、まあ、そんな高いことはあまり最近できないんだけども、料金を設定してでチケット買ってもらってね、でその対価としてじゃあ演奏するというそういったその経済システムの中での営みになってるんだけど、本当にそうなのかなという感じがしましてね、理想を言えばこちらは喜んで演奏させてもらって、もちろん自由に聴いてもらってね。で、それで聴いてくれた人がね、良かったと思ったら、なんか、ビール券くれたり、じゃがいもくれたりね、まあ、ある人現金くれたりね、その要するにその、お礼としてなんかいただくね。で、そういったその、システムっていうのはね、の方がよりね、より良い、より自然というかね、より望ましい形じゃないかなっていうね、より我々がね、進むべき、
状態じゃないかなということが思いましてですね、リラックスという世界はですね、そういった世界だと思うんですよ。だからね、好きなんです。だから皆さんにお勧めするわけです。で結局ね、その空の問題のカナリア軍団もそうなんですけども、やっぱりそのなんか同じような気持ちを持ってね、同じような志を持ってね、同じようなその段階のね、気持ちを持ってる人はね、そういう仲間でいると気持ちいいですよね。やっぱりそういった人と一緒にいるとね。で、リラックスの世界に行くとね、リラックスの世界に行くと、やっぱり基本的にそういう世界なのでね、やっぱりちょっと気持ちいい、使ってて気持ちいいですよね。だからおすすめします。ぜひやってみてください。でね、いくつか種類がありましてね、まあ、有名なものとしてはさっき言ったウブントゥとかっていうのが一番有名なのかな。ちょっと重たいんですよね。で、今、あと私が使ったのはね、リラックスパピー。パピーリラックス。これは可愛いですね。とてもちっちゃくてね、ちっちゃいから軽くてね、可愛いですね。それからね、リラックスビーン。ビーンってのは、お豆ですね。これはね、日本人が作ったね、OS なんですけどもね、これもとても使いやすくてよかったですね。で今現在はね、いろいろ試してるんですけどね、今現在はリラックスミント、リラックスミントっていうのを使っております。でこれは今とても人気がありましてね、世界中の人が使ってる OS で、ね、私はおすすめしますね。でリラックスミントの中にもね、いろんなバージョンがありますから、いろんな派生がありますから、ね、いろんな種類があるんですけど、これはおすすめです。で基本的にね、普通のまあ、もちろんインターネットだったりね、インターネットだったり、それからその文章を書いたりね、その表計算したりという、そのいわゆる Excel とか Word とかね、そういったものに関してはね、それと同じようなことはちゃんとできます。インターネットもできます。それからね、私なんかはそのよく動画編集をね、まあ、単純なものですけどね、録画したものをちょっと編集して、動画にしたりアップロードしたりってことをやってますけども、そのためのね、結構使えるソフトもありますよ。名前を言うとね、OpenShot。オープンショットというね、そういったその動画編集のソフトですけどね、これも大変素晴らしいですね。十分使えるですね。だからもちろんその CD を作ったりね、CD 焼いたりね、その音楽を編集したりってこともちゃんとできます。それから画像編集もできますからね。まあ基本的にはね、ほぼ全てのことはね、Windows とか Mac でできることは、Linux でもできますのでね、ぜひ興味のある方はね、チャレンジしてみるといいと思いますよ。でみんな世界中でね、Windows はちょっともういいから、Linux をたくさん使いたいとか、どんどん増えてね、そうすると世の中なんか、少し私としてはね、嬉しいですけどね、そういうことでお勧めいたします。ということで、今日はちょっと直接関係なかったんですけども、普段ちょっと思ったことをね、お話ししました。以上です。ありがとうございました。